どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回は日本映画界のもうトップオブザキング、こちらのテーマソングいきたいと思います。ドーン、男は辛いよ。あの渥美清さんのあの映画のあの歌でございます。これはですね、ちょっとガズさん今日気合入ってますからね。今回しかもですね、以前ね、これ、男は辛いよってガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、2016年ということ、もう相当前ですよ。6、7年、もうすごい昔。しかも今見るとめちゃくちゃわかりづらいです。だから今回はですね、2022年バージョンでもうパワーアップしてやろうと思うんですけど、今回はね、かなり濃厚バージョンということで、何が濃厚かというと、かっこいいバージョンで、あのフレーズも、全部弾いちゃおうということで、これ濃厚版になってますからね。おしゃべりのところ、セリフのところからやりますから、もうほんとマニアックに、男は辛いよ、このちっちゃいウクレレ一本で再現していきましょう。楽しみ。はい。いつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。これはですね、大先輩方にもぜひおすすめしたいですね。これ楽しいですよ。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンは、何回も言いますけど、あの印象的なイントロのメロディーとかフレーズ、歌の中でもちょっと入ってくるあのフレーズもね、ちょっとウクレレで再現してます。こっちは濃厚ですから、ね。これはなかなかすごいですよ。はい。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたんだけど、全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくてダメでしたという方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムめちゃくちゃガズレレ流で分かりやすくね、楽しくてどんどん上達できてね、もう本当面白いんで、世界中の方がガズレレで何十万人も音楽今も始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間に音楽できるようになります。ウクレレで楽しいですからね。 YouTube 動画ですから完全無料。これは今すぐ始めるしかないです皆さん。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼り付けますよ。いってらっしゃい。ここいってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中のありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。皆さん好きな曲きっとあると思います。曲名スペースガズレレで YouTube の中で検索していただくと結構出てくると思いますので、いろいろやってみてください。さあそれではやっていきましょう。男は辛いよ2022年版改訂版の濃厚バージョン、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。せーの、でん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 、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で笛を使い、背は車名は虎人、人呼んで雨天の虎と発します。ねえ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 、落ち日が
んだ兄さんは目方で男が売れるなら、こんな苦労もこんな苦労もかけまいにかけよ。ガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。いやーもう大好き。なんでしょうこの歌の感じっていうかね、僕ねこういうの本当好きっぽいっす。なんか今日は血がたぎっておりますけれどもです。はい、雰囲気出していきましょう。これね今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これ今2番までやったんですけど、本当は3番まであって、ちょっとまたサビみたいな繰り返されるというちょっとね、長いですよ。僕はもうガズレレ、ウクレレ練習用ということで2番までのショートカットバージョンです。どうしても私全部やりたいという方はコード進行一緒ですから、あのフルコーラスのあのコードを書いて歌詞を書き加えて楽譜とか作ってみると、やっていただけると思います。今のはねコードはねちょっと多めなんですか。コード 1,2,3,4,5,7 個のコードなんですけど、これは入門コードのガズレレ必須コード内で収まっているので、これ初心者の方もゆっくりやればいい、あのすぐできると思います。やっぱりこれ歌に聞き覚えがあるからすごい入っていけるんでね、この感覚まずやってみてください。ガズレレのシンプル簡単バージョン動画、歌詞とコード出てますから一緒に合わせて練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんと一緒にできるようになった、弾けるようになったら1個目のゴール達成です。できるようになった方おめでとうございます。次のステップ、そしたらどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、いきなり歌詞とコード全部覚える、でもこの曲は歌詞とメロディ、歌のメロディを覚えてる可能性多いと思うんですけど、コード進行まではね覚えられないと思うんです。最初は楽譜的なものを見て何回も見ながら体の中に落とし込んでいって、いずれはですね大空を見ながら、これも帝釈天につながっているんだなと思いながら、やっぱりアンプしてね覚えちゃってやるのがいいと思うんですけど、まず最初は楽譜練習スタートしましょう。でも楽譜ってどこにあるのってことになると思うんですけど、安心してください。今のね、男は辛いよこれ見て、このノートをガズは今見てね演奏していきました。見てください、ここのセリフ書きました、私一行で。はい、私生まれも育ちもってやつですね。これここがですね、このここの中に入れるのぴったり入れるの難しいですよ。なかなかこのおしゃべりを、これやってみたら分かると思うんですけど、喋りながらねリズムをキープして弾くのって難しいですからね。はい、もうちょっとしたらこんな風にでっかくカメラに映してみんなにシェアしようと思うんですけど、ひとまずはですね今ねめちゃくちゃいいサービスが始まってるんで、こちらをねシェアしたいと思います。これガズクラブです。ガズクラブ、これ一体何かといって毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の男は辛いを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんがこの曲やってみたいな面白そうだなというのを毎月5曲お選びいただいて、即座にデータとしてダウンロードしていただいて、これもちろん YouTube に全部連動してますからね、すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスになっております。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。
これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版の男は辛いよです。はい、見てください。濃厚バージョンでお届けしております。濃厚版。はい、見ていきましょう。これね、今のシンプル簡単バージョン、ここ、口でね、でーん、でれ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 、でれ、じゃーん、じゃじゃじゃ、こんな風に始まったんですけど、このイントロフレーズはですね、後半のかっこいいバージョンで全て、ウクレレ一本で弾いてみようと思います。これはしっかり後で濃厚解説しますんでね、お楽しみにしておいてください。で、こっから、セリフが始まるんですよね。で、これ見て、言葉結構詰まっておしゃべりですからね。これね、さっきも言ったけど、ここのブロックの中にこの歌詞をちゃんと喋るっていうのは、ね、なかなか難しい。はい。で、こんな感じで今映しているんですけど、これね、一時停止して皆さんノートとかに書き出してゆっくり練習してください。あと、それか、今紹介させてもらったガズクラブで、このノート、今映ってるノートのデータをそのままダウンロードしていただくのもすごく有効だと思いますよ。はい。ガズのノートの特徴いつも言いますけど、この上の点ですね。この点でタイミングを測ってます。俺がいたんじゃ、お嫁に行けぬ。こんな感じで、リズムの頭のところにこの点が打ってありますからね。こういうのは参考になると思います。はい。ガズクラブでこの楽譜ゲットもぜひぜひおすすめですということです。はい。じゃあ一時停止で書いていってください。ほい。いいかな。じゃあまずこの1番。ここまででだから1番ってことですね。はい。こっからここまでで1番です。ここ見て、ほら。なんか、伸ばすとかさ、フレーズって書いてあるでしょ。フレーズ1とかフレーズ2。ここもフレーズが毎回入ってきますからね。これがね、かっこいいバージョンではこれやっていきます。コード進行もですね、以前やった時より相当おしゃれな感じになってますから。これ2番ですけど、コード進行全く一緒です。歌詞が変わってるだけでございます。はい。フルコーラスやりたい方は、ここからまたこう付け加えていただくというふうにね、歌詞を加えて、コード進行も一緒です。はい。こんな感じでございます。じゃあ、出てくるコード見ていきます。今日見てよ、これ。かっこいいバージョンでこれフレーズが全部タブって書いてあるんですけど。ひとまずコードの解説いきますよ。C と C7 と Am と F。Dm、D7、G7。はい。コード7つですね。この7つのコードは、ガズレレではおなじみの入門コード、これです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めたいなと思った方が一番最初に覚えてもらいたい、10個の入門コードのグループでございます。10個もあるのと思うかもしれないけど、入門コードですから1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思って、その日のうちに10個覚えようとすると、もうごちゃごちゃになっちゃって意味わかんないんで、私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、いい動画撮ってますから、ここにちょっとリンク貼ってみます。この動画見て、今日ね、覚えちゃってください、10個のコード。今日はそのうちの7個が出てきますけど、遅かれ早かれこの10個はですね、もういっぱい登場するやつなんで基本コードです。はい、覚えてどんどんやっていきましょう。そしたらここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていこうと思います。ですけど一応やっぱね、歌の確認しといてくださいよ。これはね、歌でも知ってるよね。でも2番の歌詞とかなかなか聞く機会ないんじゃないかなと思うんですけどね。なんかこう、妹をね、思うこの気持ち。この気持ちっていうか、もうトラさんの映画を見てたらもうあのなんかムードになっちゃうと思いますね。やっぱりね、あれはすごい緩い感じがもう素敵すぎますから、ウクレレにぴったりだと思います。はい。歌、今一度確認してかっこいいバージョンの、練習に入っていきましょう。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説ここから入っていきます。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒でございます。じゃあリズムからいきましょう。これが渋いリズムでございまして、今日出てくるリズムはこれです。ドン。3連のアルペジオ。これ最初から最後までこの3連のアルペジオでやってみようと思います。これね、ちょっとね、聞いてもらうとわかるんですけど、この曲のね、リズムってね、3連のリズムです。タン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 、こんな風にね、タタ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 タ、今、123、123、123、こんな風なビートで撮るとすごく居心地がいいリズムなんですね。これ3連のリズムって言うんですけど、これはアルペジオでやります。例えば、歌い出しやってみましょうか。俺がいたんじゃ、お嫁に行きに C と F、C。これを3連のアルペジオで今ちょっと練習してみると、せーの。俺がいたんじゃ、お嫁に行ける。はい。タタタタタタタ。
タタタタ、これがふんわりしたちょっとヴィンテージ感があるような優しいアルペジオの響き、普通のアルペジオとはまた違うんですよ。ちょっとコツがいります。はい、この3連のアルペジオの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページで、ここでもう3連の、アルペジオびっちり練習してください。このリズム弾けるようになると楽しいですよ。ただしこの曲は曲の構成によるんで、全ての曲でこの3連のアルペジオを使えるわけじゃないんですけどね。はい、3連のアルペジオの使える曲っていうのは結構いい曲、いっぱい名曲で揃ってますんで、ぜひこれもマスターして、ゆったりとこの感じ、トラさんの感じ表現していきましょう。はい、じゃあもう今日はですね、どんどんキーポイントになるフレーズを紹介していきます。まずイントロフレーズとか途中にね、フレーズをいっぱい入れていくんですけど、一回弾いてみます。やってみますよ。せーの。はい、すごい長いでしょ。これを弾いていきます。このメロディーっていうのはタブグというので解説します。今日は結構、じっくり見てください。はい、じゃあタブフ出しておきます。はい、このタブフの読み方、わかんない方はこの概要欄にリンク貼っとくんで、そこで見て、あ、なるほどと、読み方を理解してまたここに戻ってきてください。じゃあ最初行きましょう。まず、1弦の10フレットです。1弦の10フレットと、2、3、4弦の開放弦、つまり全部弾きます。1弦の10フレットを押さえておいて、1弦と4弦まで全部最初弾きます。ここで伸ばすでしょ。じゃあ、こっから矢継ぎ早に行きますよ。まず1弦の10フレットを押さえて、1弦から4弦まで全部弾きます。そしたら今度1弦だけで行ってきます。7、10、12、10、7、5、3、0。はい。その次に、1弦と2弦の3フレットを2つ押さえて、1弦と4弦まで全部弾きます。はい。こんなことです。ちょっとゆっくりもう一回最初からいきます。1弦の10フレットを押さえて、せーの。溜めて、1弦の。7、10、12、17、5、3、0。1弦と2弦の3フレットを2つ押さえて全部の弦を弾く。はい。ちょっと早くやってみます。はい。はい。ここまでが前半ワンブロックでございます。なんとなくいい気分でしょ。これちょっと溜める感じがあってもいいと思います。このフレーズ1弦を移動してるとき、ちょっともう一回やると、フレーズを感情込めてやると、みたいな感じでね。はい。じゃあ次の後半のブロックいきます。今のこれゆっくりちょっと見直して何回もやってくださいね。後半のブロックは、1弦の3、5、この後難しいんですよ。1弦の7フレットを押さえて、あとは制覇という押さえ方で5フレット全部押さえるんです。1弦から4弦までの5フレットをこんな風に押さえます。はい、5フレット、これ制覇と言います。で、ここを押さえたまま1弦の7フレットです。ここがちょっと難しい、わかる？押さえる場所としてはこことこことここと1弦の7フレット、5557フレットです。そうすると5555、こうやって制覇といって、この指1本で押さえるんですけど、この時よくね A シャープとかも出てくる、ここにこのスペースがないとちょっと抑えられないですからね。で、親指と一緒にこう挟み込んで、ギュッとテコの原理もこう使っていく感じですね。はい。で、1弦の7フレットを押さえます。ここ、こんなフォームね。そうすると、はい。ここで伸ばします。そしたらね、もう一回最初いくよ。後半の最初から1弦の3、5、今押さえた5、5、7、1弦の7、次、1弦の5、3、0、2弦の3、C ですね。C っていうのは全部弾いた。0、0、0、3ですね。1弦から。はい。もう一回、後半の最初から。1弦の3、5、次ここ、5、5、5、7。ねー。やって、1弦の7、5、3、0、2弦の3、C です。深いでしょ。これはね、時間かかりますよ。これ覚えるのは。はい。はい、その次、まだあるんです、この次。その次は、C で伸ばした後に、その後これです。1弦の3、0、2弦の3、1弦の0、3、2弦の0です。こんなメロディ。1弦の3、0、2弦の3、1弦の0、2弦の3、2弦の0。こっから、歌が入っちゃう。
これをですね、全部つなげるとイントロになるわけでございます。ちょっと、最後にまとめて全部やってみましょう。せーの、十、七、十、十二、十七、五、三、ゼロ、三、三、うん、一弦の三、五、七、五、五、七、五、七、一弦の七、五、三、ゼロ、二弦の三、C押さえて、はい、三、ゼロ、三、ゼロ、三、ゼロ、一弦の三、ゼロ、二弦の三、一弦のゼロ、二弦の三、ゼロ、はい。俺がいたんじゃ、あ、ここ、セリフに入っていくわけですね。すごいでしょ?これ、ゆっくり何回も見て、分析してやってみてください。このタブーをね、見てね、三分割で考えると、結構いいと思います。最初のブロック、次のブロック、次のブロックでございますね。はい。そしてこの、最後に出てきた三つ目のブロックの、この、これがですね、この後歌の中でも、このメロディー、フレーズが入ってくるんですよ。これをフレーズ1というふうに命名しております。どこで出てくるかというと、一番最後のところでね、今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。こういうタイミングです。かっこいいでしょ。これ歌の中でこのフレーズが入るとかっこいいですよ。もう一回。今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。ここで来るよ。303030。フレーズ1です。ここ覚えておいてください。で、あともう一個フレーズが出てくる。これはね、ちょっと短いんで結構簡単だと思います。ちょっとやってみると、これで、ね、A メロの、A メロって、A メロっていうかね、歌の中で出てきます。最初の方です。俺がいたんじゃお嫁にゃいけぬ、わかっちゃいい。次ですよ。妹よ。この、てんてんてん。これかっこいいですよ。どうやってやるかって、2弦の3、2弦の0、3弦の2フレットです。ほんの一瞬ですけど、このフレーズいいでしょ。はい。わかっちゃいるんだ、彼らも。わかっちゃいるんだ、妹よ。せーの。わかっちゃいるんだ、妹よ。てててん。G7 を押さえてる途中で、こんな感じですね。ちょっと細かいところですけど、こういうところが今回男はつらいよガズレレ流濃厚版といってマニアックにフレーズを再現してますからね。これがね、いい出汁が出るんです、こういうのが。はい。このフレーズを入れてください。2番でも同じところでこのフレーズを入れてみようというふうに、思っております。はい。これ楽しいやつですから。はい。まず今日はだから、3連のアルペジオをずっとキープして、感情を込めてリズムキープして弾くっていう難しさがまず1点と、やっぱこのフレーズですよね。このフレーズをですね、ちょっとこう歌の演奏に織り交ぜていくと、またちょっと奥行きがですね、出てきますから。何回もじっくり見て、ぜひトライしてやってみてください。そしてもちろんこの曲皆さんね、この曲歌いたいなと思っている方、もう映画の世界観をもう頭でもうモレモレ描いてると思うんで、普通に演奏してもそういうね、やっぱイメージっていうか、そういう感情表現にね、繋がると思いますからね。あ、その気持ちも楽しみながらやっぱ演奏する。もう演奏にこう集中しすぎて、もうここばっか見てるんじゃなくて、やっぱね、こうトラさんの雰囲気になってね、歌うのがいいと思いますね。あの緩い感じ。素敵すぎます。今のこの時代に、令和の時代にはトラさんみたいな感じのね、いいですよね、ああいうのね、ゆるくて。はい。じゃあ、心を込めて、ゆっくり、魂と共に歌っていきましょう。男はつらいよ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!せーの!私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天に産湯を使い、姓は来る名は虎人、人呼んで風天の虎と発します。ねえお前の喜ぶよ。
曲の愛もなく今日も涙の今日も涙の日が落ちる日が落ちる遠くに落ちても根のあるやつは蜂巣の花と咲く意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは目方で男が売れるならこんな苦労もこんな書き前に せーの、じゃじゃ、男はつらいよガズレレ式濃厚バージョンのかっこいい版やってみました。あのフレーズかっちょいいですよ。あれをもう溜めて弾くとかなんかもう本当ね、もうね大好きです。皆さんこれはもう本当にものにしていきましょう。はい、楽しく音楽やっていこう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワングルックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクルーロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。はい、ここにちょっと詳細貼っておきますからね、ご確認ください。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。